ら低温やけどするぞ。でも物販に来てくれた人は低温やけどしませんということで、パネラー岡山さんです。よろしくお願いします。はい、キャッチフレーズ言えた、よかった。っていうか暑いですね今日ね、真夏日、久しぶりの真夏日で、あ、服のせいなんですか。久しぶりの真夏日でちょっと暑いんだなって思いましたけど、ちょっとね、暑いです今日。なんか今日実はみんな知らないと思うんですけど、寝起きなんですよ私。起きた瞬間にさなちゃんまだってなんかりんこさんから、社長から電話が鳴って、あ、やばいと思って、今何時だって見たらもう始まるじゃんと思って、そのまま化粧しながらガーって来て、だから寝起きだからちょっと頭の中まだパニックルームなんですけど、みんなパニックで聞いてください。まあなんか はっちゃけて聞いてくださいっていうか、なんならサナよりでかい声で歌うぞぐらいの勢いでいかないとついてこれないかもしれないぐらいのパフォーマンスです。いつものことですね、いつものことだって多分思ってるかもしれない。いや本物の寝起きってやばいですよ、本物の寝起きなんで、うちマジで起きて、マジで何分経ったんですか私。何がですか。起きた時から。聞かれても。起きたの起きたのはリハの20分あれが二度寝したんですよ。信じられない。違う、起きましたみたいな、ね、二度寝してやばいと思ってガーッてガーッて車まで走って、これ走ったの車までなんですけど、車はこうやって運転しました。で来てなんとか間に合いましたね、事故もせず無事に来たことに。あ、そう、レモンティーありがとうございます。レモンティー神様です。そうだ、ということでね、まあほんなら岡山弁喋っちゃダメ、日本弁で、それなら日本弁で、それなら、次の曲なんだったか忘れたけど、行ってみましょう。行ったら分かるということで、よろしくお願いします。Yeah.
カナミ、カナミさんですね。暴れちゃった。ネタバレ、ごめんなさい、ネタバレするやつですね。こっちネタバレ最悪だ。もう見てください。もうね、もう。OK です、ありがとうございます。あの首かみ政治みたいになってるけど、まあいいや、あの張り付いた面はね洗って流そう。
ということで、あのね告知がしたいんですけど、うちどうぞさしてください。あの、明日アイドルキャンディーかな、何かが起こるんですよ、ハニーブランチで。何か起こる、ありますか。はい、あ、そう、合ってます。アイドルキャンディーが起こりますね。来週の土曜日のもう言っても OK のやつなんですかね。あ、来週の土曜日はリンコさんの生誕っていうんですかね、あれ生誕イエイです。で、それからあの次がね、その次が土曜と日曜両方なんかあるんですよ。何があるかはお楽しみ、もう分かんないから、私が分かんないからお楽しみってことで、どれもこれもあの、いや分かるんですけど言わないだけってことにしておいてください。分かった。じゃあ日曜日にあることをちょっと、日曜日にあることは、ちょっと待ってね、来週の次の週だから再来週なんかラピでなんかワイワイします。ワイワイします。その前の日も土曜日の方もラピでワイワイします。さゆまっちちゃんの生誕です、ね、思い出した。さゆまっちなんで、なんでバレるの、なんでバレるの、読みが鋭い。もうみんなでワイワイするやつだから、とりあえずね、場所から思い出して、あの、サナはこんなんだけど、みんな結構真面目なんですよ、実は。サナだけこんなんで、他の人実はすごい真面目だから。俺こんなんが好き。あ、こんなんが好き。あ、だったらもう全部来るしかないかもしれない。なんだそれ、カニさん、さすがカニさんだ。あの、こんな汗かきが好きでいてくれてありがとうございます、本当に。めっちゃね、汗すごいんですけど、汗臭菌やばいな。え、菌はついてないですか。サナ菌、サナ菌、サナ菌、サナ菌もやばいですね、これはね、ちょっと。サナ菌みたいな。あ、分かった。巻いてってことでしょ。分かった、巻きます。会話しないで刺して。いや、もうあの、ね、あの、キャス気分でもう、これ、この2時間ぐらい喋っちゃうから。いや、配信しようぜ、もう配信しましょう、ということでね。ほんなら今日キャス長くしようかな。キャスショールーム長くしようかなっていうことで、仕方ないから最後の1曲いっちゃいます。あの、ショールームで会いに来て、みんなショールームで会いに来て、ちょっととりあえず今日は。ショールームだけ。じゃあもう帰ろうかな。え、ダメということで、最後の曲お願いします。
すごいいい人たちが出てくるんで、前座は引き下がります。ということでみんな来てくれてありがとうございます。もう最後の最後まで楽しんで、うち2部の時もなんじゃかんじゃ言いながらちょっと途中までおろうと思ってるんで、全然話しかけてください。なんかのほほんとしてます。みんなこれからもよろしく、明日もみんな来て、来週も来て、それで